エクサ最近勉強中なものでいろいろと学びながらやっていこうと思います。現在チーム決めしておりますので少々お待ちください。Fuck!
Shoot!
じゃあ経験は、なるほど、これはなるほどね。いや、なんかね、配信には入ってんだって。だからすごい勝手なこと言う。マイク2本とも配信のみらしいよ。まあいいんじゃないですか。だってこれ、こうやってなんか喋ってさ、なんかいいアドバイスみたいなしちゃうと不公平だもんね。そうそうそう、だから KKS はこっち持った方がいいかもしれない。だったら聞こえないもん。 KKS は何でも言っちゃうから、こっちの方がいいかもしれない。いや、だからあれは会場用っていう風に決まってるから。そうらしいよ。大会乗った時あれで喋るはないでしょ。そう、いや、マイク3本もあんのかいって思ったら、そういうことらしいよ。俺ももう何ヶ月ぶりか分かんない、半年ぐらい空いてる。へえ。まあいつも通りだよ。最初に選んだキャラで1回出るまではってことだよね。そう、最初に出たキャラで全部やると、はいはいはい、で、なんかグッチダルシムとかなんとか言ってましたけど。じゃあ頑張ってください、ゆずるさん。はい、頑張ります。はい、さあ、エバラさんはサードのヒューゴーの人ですね。確かね、投撃かなんかの時もなんかエバラさん S サガットとかなんか使って出られてましたよね、確かね。ということで、さて、まあ、なかなかでもエバラさんのチームメイトもグッチさん、友田さんという形でかなり強いので、全然決勝とか優勝はあると思うが、中島ゆずる機会もなかなか強いぞ。さあどうする。ちなみにこれ、はい、ということで、じゃあ僕は一人で喋ってます。はい、じゃあということでですね、本日、11月24日の3-4 ですね。今日は参加者が3人の8だから参加24名。サードの今日はなんかイベント、フリップわからないけど何かが行われており、その中からエバラさんとヘブンさんと、まあ、大変さんは定員枠ということで、まあ出ていただいているということでありがたいことでございます。それに引き換えスパツ X の人はスパツ X の大会には出ない。さあ頑張っていきましょう。先方はそうですね、雰囲気で優しさがあるので、そう、さあ誰が、まあ、最初に出るかで、どういうキャラで出るか、まあ大体、まあ大体ね、大体固定だと思うけど、で大体固定だと思うんですけどね。エバラさんのチュンリーと中島さんのガエル。なるほど。まあ、このさあか、さあ関西に入り浸っている KKY さんがなぜかスピード選択権を求めた。さあということで、さあいいぞ投げる。さあ江原さんは実はモア勢だということが今日初めて知りました。そうだったんですね。江原さんモア勢だったそうで、秋島さんのことを知ってるってことは相当子さんですよ。確かにね。さあしかしそうは言いながらも中島ガエルが、九州とかでも散策固定なのかな。やっぱ関西だけなのかな。どうなんすかね、ゲーセンにもよるんじゃないですか。名古屋は分かんない、名古屋はもう分かんない。さあゲームスピードっていう結構致命的なものはね、アバウトなのこの X のすごいところですね。ステージによっても違いますからね。でも
のゼロスリーとかもちょっとばらけるんじゃないんですか。あ、そうなんですか。ターボ、あのハンターとかもほらターボ、あ、まあ確かにあるじゃないですか。だから多分ターボと普通のって分かれてるゲームって多分そんなに安定してないと思いますよ、ゲームスピード。多分どうせ無理やり中の処理で無理やりターボにしてるだけなんだから。最後は待っていた中島がいる。悪くなかったんですよね、かなりね。さあ中堅はどうするか。グッチダルシム出るのか。グッチさんも友田さんも何でも帰れない。使えるから あそこに書いてもう永久固定だが来たか。グッチダルシム、さあ聞きました。グッチダルシム、ね、でも結構練習してますからね。なんかね結構自信あるっぽいっすよ。そうですよ、グッチさんは何でも練習するタイプなの。さあこの対戦は 7.5 は確実にあると思いますが、そうですね、意外とね読み合いというか、ただポイントは慣れてないとね、ガイル使いはごちゃらせ方は知ってるところはあります。そうなんだよね、圧倒的ではない、ね、ないですね。9っていうのはまあないですね。ないですね、うん、やっぱりソニックをね、やっぱちょっと今のああいうのも危ないですからね。ああいうのもね、さあ、あの中ドリル、そう、まあプルセ三段と呼ばれる中ドリルの着地に三段決めるのもありますからね。一応ありますね、はい、読み合いとして。さあ怪しいぞ。あジロケン様、まあありがちありがちではありますよね。純粋二択にとなって襲いかかるサマー。あ、さあフレームタイク。パンチだったから助かった。かなりね、今のは闇っぽかったですね。でもあのハジハジだとフレーム結構安全ですよね。ハジハジはねフレーム使います。あ、死んだ。あ投げ安い。今のはねフレームに飛び狙ってくるのは結構角さんとかがやってきますよね、うん、はい。ソニックを相殺した後の形がいいんで、ダルシムはファイヤーじゃなくフレームを使ってくるんですが、今日狙いどこですよね。そうですね、そうですね。でソニしゃがみパンは置いておけばムエタイが勝ちますが、何もしなきゃええという話です、ね、さあここは死の間合い。どうする。あ、ヨガ何もしない。出た、スラスト。スラスト、ヨガ何もしない。あれはね、歩いて前そばあたりですね。そうですね。さあ、なんかチョップ、チョップダイエット、チョップダイエットされる時あるんですよね、たまにね。あー、多分立ちをキックがいいですね、ガエル戦の耐久を、ね、あー死んだ、死んでない。さあ、つかみ投げにしないといけないんですが、ダイパン投げにしてますね。ね、まあいや別にガエル、そんなあの離れた後、しゃがみパン重ねたら何もできないから。さあ、あ、大丈夫。さあ、あ、上、あーいいですね。お、いい、なんか今うまかった。あ、なんか知らない間にグッチダルシムが風前の灯火だが、まあでもここからでも勝てるのが全然勝てますが、ね、時間がちょっとね。あ、でもいい、あー、まさかの、あっと、ダルシム生きてる。台足があんまり減らなかったね。さあ、ここで譲るチームは、譲る機械はどうかぶせていくのか。まあ機械さんは、ユーズルさんは本当それこそ TG しか使えないんですけど、まあ機械さんは結構何でも、まあ何でもって言ってもリュウとガエルかな、まあ、ベガも使えますけど、まあ多分ダルシムを殺すんなら機械ベガなんですが、ユーズルさんが出ましたね。ユーズルさんが DJ ですね。まあグッチさんのダルシム程度ならいけるだろう。なるほど、読みですね、 DJ ですね。まあこれはいい勝負、はい、いい勝負って言うと DJ 怒られますけど、ダルシムもかなり嫌なポイント多いです、まあ、そうですよね。いけるけどね、いけるけど多分6寄りの7-3みたいな、そうですね、 6.5 みたいな、 6.7 とか。あ、さあ下でもあのね、あのパンチにも一応ガエルとはだいぶ違います。通常技が強いっていうのがいいですよね、はい、伸ばす、あとやっぱねめくりがね、はい、一度焦げると死にますから。伸ばす手足にはリスクを負わせられる一応。あとやっぱスパコンがやっぱり抑止力が全然ガエルと違うので、ね、いい距離から入りますもんね。あ、でもこれはちょっと遠すぎますね。これ何もしなくていいやつだよ。あーっとジャンプ中継、どうしようね。体育はスライディングで OK です。むしろか、いやそれはちゃんとつなげれば問題ないから。さあスライディング、あっとスラキャンジャック、今のはねスラキャンジャック以外は大丈夫なんですけど、スラキャンジャックだけは食らう、確定しますね、打っちゃいけないです。あっと飛ばれて、さあ息をよく投げるか、受け身やないな、やばい、息をよく出てった割には
頑張ってほしい。機械さんが泣いてまう。なんかいけそうになってるけど。あーいけー、今のもタイミング次第ではね、伸びた。さあ機械、機械ベガなのか。いや機械さんこれはおとなしくガイルで行くべきだと思いますけどね。いや、あのどうせ負けんなら相手チームに嫌がらせするとかね、いろ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 あるんですよ。とりあえず友田さんの出番を与える。そう、あの友田さんまで、あの友田さんまで生かして引きずり出してキャラは決めさせるとかね。そうですね。嫌がらせをする可能性は大事。チュンリーは一番ないと思いますね。チュンリーはでもね、ベガを睨めばあるの。あ、まあ確かにここを倒せることをね、うん、考えればね、前提に、うん、そう。さあ機械本…ホンダでいい説でも難しいよね。さあ迷ってる機械が結局ガイル。まあまあ自分を信じた。まあダルシムさえ殺せればねっていうところですよね。これも全然ありだと思います。機械さんはね、 KK ワイさん今日はね、なんか遊びに来てます。遊びに来てます。まあ遊びに、ね、遊びに来てます。月曜からはお仕事です。あと出てない。あ、じゃあは昨日です。さあしっかり、なんかさっきとはちょっと違う。中島さんのガイルを踏み台にしてちょっと安定してきた。危ねえ危ねえ。大足をガードされてますね。いて、てか小足でいいと思うんですけど。二択にしても思い切りの良さをアピール。いやコアコア様の方はヒット確認もできるし減るし。あー時間もないぞ。あーあと4秒。4秒食らう。なんか、まあ、大足の2回転目潰しに行ったけど当たんなかったからついでに投げちゃうかみたいな感じの動きでしたね。おっと、長距離に変えた。さあ結構グッチダルシム知ってますね。ね、さすがですね。さすが。あーっとこれは、ああいう苦しくなったところでドリルするあたりがまだ まあサブキャラという感じというところなんですが、さあスラスト。危ない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 。投げ返してるよ。いあいつ今絶対イーフェルトだったじゃなくて。まあそうですね。危ないですよねあれ。燃えますからね。負けたからよかったけど、危なかったね。まあ、かといってね、投げられるのもね。さあ3ラウンド目になるとダルシムにプレッシャーがあってきますからね。これ確かに。さあいいソニック打ってますね。さあとりあえず始まる。でかいでかい。これはでかい。これ取り返すのね、意外と面倒くさいですよ。結構時間かかりますよね。あ、いいですね。伸びるキックに止めてるのは。あさあまあめくりは投げ返される。あ、これね、タクいかなくていいと思うんですよね。あの体力差ならもう投げ削りで。あー削りでいい。ガード。いやでもまだ時間ありますからね。ダルシム全然いきますよね。まあ、結局ドリルで来るしかないんで。ああなんかやばい、やばい匂いがしてきたぞ。うーんきつい。ああま今ガードが弱い。投げ返される。二択行かなくていいだろ今の。投げ返される。おい残り時間見とけよ。6秒だぞ6秒。バックジャンプで終わりだろ。さあこれは決めに行っちゃやべえだろ。次の試合はどっちなの。次はヘブンさん、クレジンさん、中野さんチームと太平さん、杉さん、東光さんチームです。いや今のは困った。いや今の機会は敗退行為までありますよ。完全に気持ちよくなりたかっただけの。やあれはね、ガチな大会な。後ろから引っ張たがれるやつです。そうドリル着地したの確認してからサマーとか打ってたしね。そう、あの開いてる方が2回ぐらい上がってなんか違うことしようとしたら遅れたサマー来て遅らせサマー。はい、はい、はい、
ヘブンさん、なんか竜だった気がするけど、いつの間にホークで、しかも普通に炎症感歩く台風ができていたみたいで。じゃあ結構やってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、ニュートンにはたまに確かファイブオンのサード勢の時もおられたと思いますね、はいはい、ニュートンでは割と見ますね。さあ5番台風、おっと飛び込みから投げ、さあしかし開き直ってやられるとガイルがしんどい。さあまずは太平ガイル、太平さんは赤色が好きなんですかね。ユリアンも赤色ですがガイルも赤いと。サード動画勢なんでね俺。さあさすがに今のはバックジャンプした方が良かったか。コパン台風はできないが、さあ登り蹴り当たる、今当たるんだね、微妙な感じだったけど。さああっとっとっと、もったいない。しかしカットのままなんとか太平ガイルが押し切る。まあ難しいですからねあれは。さあそしてキャラを描いてる。プレジンさん、ホーク HA でしょ、ダルは DH、 DU、 ダル DH。 さあ太平ガイルにはあまりに厳しいダルシム、さあ今のフレームはサマーが入るんですが、あれもなかなかね、とっさには。しかしいい勝負になってるぞ、おっとリードしているサマーっと、どうどうだ、さあゼロドット、おっとあー惜しい、あれ機械さんリスペクトですかね今のサマー、まあのサマーまあね、ちょっとああちょっとね、やっぱいっぱいいっぱいになっちゃいますね。台形台形画面端は死の場合サイドマジックガードになる、飛び蹴りに投げ決まってますね。さあちゃんと下も混ぜていく、さあこれはさすがに致し方ないか。さあ次が、スキさんですかね。スギさんは何を使わ、 S バイソンですか、 S バイソン使ってたけど S バイソン使えますかね。あ S バイソン使え、もうなんか本当にダッシュバイソンみたいなまっすぐな、バイソンは BI でしょ、バルログが BA、 いやその表記あんま関東で使わないんでお願いしますよ。関西とか中部なのかな、なんかアチョウとかはそれでやってたイメージ。どっちかっていうと純 X 勢っていうのは他のなんか大会でもの中の X で使われるような表記のイメージですけど、はい、さあインフェルノっていうか、なんで闘魂さん出さなかったんですかね。普通は闘魂さんだと思うんですけど、まあ S バイソン確かに面倒くさいっちゃ面倒くさいけど、言うてやっぱりチュンリーでしょ。いやいやいや、そこはそこだけは別の男なんですよ東郷さんは。さあヘッドが当たりまくってますが、困ったらヘッド、さあちょっと対空がアウトフレーム、そうファイヤーバケのフレームがいきなり先読みジャンプに当たるっていうね、失敗したけどうまくいったみたいなのは結構実はバイソン戦あります。さあ、さあゼロドット。ちょっとクレジンさん遠間の対空が分かってない感じですかね。まあ、言っちゃうとあれなんで言わないですけど。言ってます。聞こえないでしょ。まあまあしゃがみショーパンの短いやつなんですけどね本来。あ、まあ空中はなんかそれでペシッとやってゆっくりたなんかファイヤー置いとくみたいな感じで ねいいんですけど。さあダッシュストレートが機能しました。さあ T さんは何でもありですからね。中野さんは何を使うんですかね。いやでもチュン
チュンリー残しを考えるとキャミー、ホン、キャミーとホンダだったらキャミーだよね。いやどうなんかな、なんかいやあんま変わんないんじゃない。スパイソンって結局悩みは一緒ですよね、相手からしたら。なんかだって中足の外から出しストレート当たりそうじゃねえ、下手したら当たるんじゃないですか。おさあ巡った、繋がってる、うま、あれむずいでしょ絶対、スーパーむずい、スーパーむずいっていうか大体でも逆に入れると光るんですけどね。ダッシュストレート発生早いからね、あの多分あのスパイラルをガードした時の反撃が X で入れやすいと思うんですよ。あ、これはあるかもしれないですね。おわー、じゃあただ投げに受け身がないので一回捕まえちまえばキャミーも正面からでも2択かかりますからね。むしろ正面でいいまである。確かに。お、行く。さあこれは、あ、おっと、ね、今カラジャンしたかな、カラジャンスカシゲダンとか狙ったんじゃないですか。投げて死なない、これはダイスパーで終わる。二ドット削りがあるんで今のはもう負け確ですね。そうですね。さあ闘魂チュンリーでしょう、おそらく闘魂さん、キャラ間違えないかな、間違えそう、あ、間違えない、さすがに間違えない。さあなんかいつもスーツか通せない感じだったわけですよ、ジャージで。さあ新婚の闘魂チュンリー、あ、結婚したんですか。あーして、あーまあ席的にはどうなんか、まあでもするんでしょ。あ、そうなんですか。闘魂さん、お、あーこれは鼻向けできない。さあめくりが当たって長野キャミーが取る。リンさんめくりうまいな。うん、立ってないっす。さあ逆率当たって、あと逆にパンチが出ていたが、キャノンもガードされてしまう。あーなんか見ててね、チューチュー当たって、さあこれはさすがに厳しい。さあ勝った方が2回戦進出。さあどこだ、飛ぶかね。飛ぶ必要全くないと思うんですけど、キャミ相手に。そうですね、よくわかんないですね。あ、これはまさかの中野キャミもまさか飛ぶとは思ってなかったんで、体育出ませんでしたね。さあ逃げジャンプ、今のはいいですね。さあ確実に落として、何今、何今、何今、さあちょっと、おっと飛びが尖っている。うわ、勝ち上がりは大変すぎ闘魂。いや、闘魂さん歩いてくんだから、そのまま生フーリーが入るんじゃないの、あれも。さあ次、次長州バイパー、次は長州バイパー、KKY と破天荒茶坊主小手。え、これ強くない、なんか立っちゃった、強くないあれ。さあやられちゃいましたね。いや、闘魂さん歩いてくるから、そのまんまフーリーが適当にやったら入るし、あれ。いやいや、歩いてきて、うん、中盤打つから、うん、さっきみたいに落とされちゃうな。いや、あれ近かったもん。まあ、そうだけど、歩いてきて目の前でチラシを空振るんだから、多分それちょうどいいでしょ。いや、意外と意外となのよ、うん、意外と意外となの。 まずは見せないと。まあ、キャミーは使いませんけど、意外と意外となのよ、ほんまに。まあ、多分相当ある意味誰よりはめんどくさいと思いますけど、まあ、初戦ね、初戦キャミーなんて全部噛み合いだからね。そうよ、うん、噛み合いだから。そうよ、そのどんだけ噛み合わせないといけないんだよ。噛み合いだから、なんかっていうキャラ、終わった後にあれはあだったねとかって言っても何の意味もないから。まあそうですね、うん、その場の雰囲気、そうパチンコキャラだからね。もうそのありに、そう、そのありに多分使ってる人はパチンコやらないみたいな。パチンコだからね、僕はパチンコだと思ってやってますけど。なるほど、うん、当たればラッキー。そうそうそう、で当たんなかったらしょうがないなって。あ、そう、いいですね。そう、その方がね、あのキャラ使うのはいいです。はい、真面目になんか、はいはいはい、じゃあ何、誰俺聞いてこよう。はい、聞いてきてください。いや残念でしたね。
った。チャボさん。チャボさんとコテさんがね、サガトで被っちゃってるんですけどね。これはどうしますかね。まあ、KKY さんは割と何でも使うんで。バイパーさんと長寿さんは、まあ、キャラ固定でしょうね。長州剣隊チャボーズ S サガ。お、S サガ。まあ、チャボーズさんといえば、こう心が S サガになりきれてない S サガ。いや、いっぱいいますよ、そんな。そういう時は、心の中で4代目と相談してほしいですよね。果たして4代目ならこの行動を取るのかなって言いながら、自問自答してほしい。いやー、どうなんすかね。心の中の4代目と会話しながらゲームしてるっていう。どこでも一緒みたいな。なんか打ってればいいんじゃない。いや、打てばいいじゃん。打ってればいいみたいのは良くない。いやいや。適切なところで打ってればいいんですよ。そう、だからそれが分かんないんですよ。それ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 が難しいのよ。なんか出てないけど、アパか出てないけど、なんかここまで落ち込まれてる。それはなぜか飛び込んだ後コワコワみたいなことをやっているから。え？アパカ出てないのに。それは長州さんがアパカ通ってるのに何もしてないから。あ、こういうこと。そう、減った。あれはね、最後しゃがめばいいんですけどね。いや、初段からしゃがむ、2段目からしゃがんで大丈夫。だからガードした瞬間しゃがめばいいんですよね。そう、ガード、しゃがめなかったら勝手にガードしてくれるから。さあ、飛ばれて。いやー、まあ何も間に合ってないですね。あ、ミスった。あ、まあでも、まあ実際死んでた。いや、死んでたね。いや、違うよ。だって今の最後のもん、レッパも出なかったら死なないから。いや、出てた。出たけど、出るかどうか分かんないから、ね。なんで普通のサガットを使ってる人が S サガ使うとダメになるのかっていうのは、多分打ち方が違うのと全く違うんだもん。打ちすぎて距離調整を忘れるっていうのが問題。今の見てて思ったんですけど、一切球打つ以外何も移動してない。球打つのと相手のガードする以外で移動してないっていうのが問題で、そう、ちゃんと球打つっていうのは距離を作ることなんで。下がってでも、だってなんだ、距離調整しなくていいぐらいの性能のはずなんですか。あるんですけど、でも距離調整はした方がいいじゃないですか。まあね、近いのは下がった方がいいよ。そういうこと。下がればいいんだよとか、ちゃんとアパカ出る距離にいるとか、うん、あ、そう、どっちかね。そう中途半端な前は外さないと。そう、よくないっていう。そう、でも中途半端な前でなんか打っちゃう、うん、それが原因だと思いますね。そうですね、全ての、はい、お、差し返しがうまい。いや、なんかでもやっぱあれだよな、本当にあれですよね。あ、名前出てもね、破天荒さ、着実に上手くなっている感が。そうですね、ちゃんと成長している感じがする。いかんせん、ただね、本番でのこのちょっと違う感じになっちゃうっていうのがあるんで、場数でね、解決するところだと思います。そうですね、はい。で、長州さんが飛ばれてる、さっきから。お、お、これは、これは、お、あー、飛ぶんだ、飛ぶんだ。あーっと、めくりできず。今のは、スカります。どう見てもスカります。これは、まあ、バイパーさんが行きましたね。まあ、コテさんがサガットなんでね。例えば KKY さんいて、サガットみたいって最悪じゃないか。終わってますね。で、多分コテ君は X サガット使わないでしょ。いや、X サガットでいくんじゃないですか。あの、唯一の中1と言われている。そう、 X サガットが X ダルシム。あ、死んだ。はい、死んだ。厳しさ。いやー、なんですかね。でもね、僕練習して思ったんです、ホーク、はい、あれ難しい。難しいよ。そうだから簡単に、はい、クソみたいな、よくない。いや、してるよ。むずいもん、あれ。ホンダの大一郎と全然違う。
ホンダが剥がすだけだ。ホンダがショーパン大市をやってんのと全然違う。そう、あのね、結構面白かったんですよ。ゆうべがさんがね、こうやられてるんじゃなくて、ゆうべがさんがこうホンダ編を見てて、大市をだけで死んでくるね、ベガを見て、はい、はい、クソー、はい、30年前のゲームーとか言ってて、めちゃくちゃ面白かった。はい、クソーとか言って、はい、30年前のゲームーとか言って、謎の煽りをしててね、めちゃくちゃ面白かった。結構、俺の中で、なんか、はい、30年前のゲームーって、すげえ面白くて、しょうがないよ。ちょっとね、ハマっちゃった。それは逆に20年以上ベガを使っている人の重みですね、この発言は。すげえ面白かった。だってあの人は文句を言いながらもやるからね、ベガを使うわけだから。そう、あとチドニタク、ひよっちゃうの、間に合うかな、間に合うぞ。間に合った結果、逆に波動を打つの難しいんだけどね。さあ、いやだってそら、だって別にホンダはもういたし返しじゃん。いたし返し、たまありとたまなしで、はいはいみたいな。そうそう、そういう感じなんで。結構でもね、ホンダ練習すると分かるけど、たまなし戦もね、結構めんどくさいんですよ。いや、そうだそうです。そう、それをね、お、やばい、やっぱりエッグスタートだ。それをね、こう言わないで、いや、いけるっしょみたいなこと言うんですよ、みんな。あ、まあ、いや、そうよね。いや、有利かもしんないけど、自分の腕で倒さないとね、みたいなのは。あーっと、まあ、DJ も言われるがちだからね、そういうのね。そうよ、いけるっしょみたいな。 DJ はだからフェイロンいけるっしょみたいな、負けちゃいけないキャラが6人ぐらいいるから、フェイロンいけるっしょみたいなこと言われるわけだ。そう、突然。そう、ちょっとめんどくさいのに。そう、若干めんどくさみあるのに。一番6人、6番目ぐらいは6番目にはめんどくさいよね、フェイロンね。 あとは大丈夫と言います。大丈夫と言います。フェイロンはあんまり言わないです。まあ、サガットもいけるべって言われる系のね、キャラですよね。サガットはサガットは、まあ、大会でいないからいけるとかいけないとかのなりになんないんだけど、あんまり気にしないでしょ、みんな。キャミーとサガットはね、誰がどうするとかいう話にならないんですね。なぜなら大会にいないから、うん、そうそう、まあ、対策する必要がないから。 DJ もいないんだけどね。でも DJ はいたら困るし、なんか強いから、やっぱ DJ 来たらどうするみたいな話になりますよ。なるそう、玉なしキャラとかで組むと、これ DJ 終わってんやんみたいになるもん。まあね、まず最初に。ただ本当に未だに2、3人しかいないのがザラなんで。まあね、そうね、まあ、キャミーもそうだけど、ちょっとおもんないからね。ねえ、面白いよ。だからこれはゆうずるさんが DJ 好きだからであって、なんかだんだんやっぱ歩くしかねえみたいな感じ。あー、バイパーさんのやりたいこと、今日は満足じゃないですか、ということで、ね、はい、ということで勝ったのは長州バイパー KKY で、 KKY が出番なし。そうね、 KKY さんはブランカでいきましょう。さあ、お茶丸ロードクスノキさん、山本川志む金子。クスノキさんは知らない人、サードのいろんなゲームをやる方、あまり知らない人。龍かキャミン、なるほど、龍で行った方がいいと思います。キャミンは弱いから。さあ、DJ フェイロンはね、言うほどやばくないよ。言うほどやばくないよ。そう、まあなんかね、フェイロン側が、ま、なんか負けてる時の絵面がなんかうわーってなるだけで、別に実際のこの勝ち負けで言うと、なんか割といい勝負になる。そう。そう。あ、そう。でもなんかこうね、負ける時は負けるじゃん。全然。負けパターンがさ、確実に存在するっていうのがいいよね。DJ フェイロンはね。そうなんだよな。そう、そうね。さあ、山本カーシム金子、普通に考えればチュンリーダルシムガイル。そうですね、
茶丸スロート。お茶丸さんはホンダかバルログだけど、今日バルログ使ってたからバルログじゃないですかね。バルログ S サガ竜とかだと強いね、チーム的に、ね。さあ、X ゲーマーズさん、いつも見ていただいてありがとうございます。時差とか ね、あると思うんだけど、トルコとか言ってた気がするけど、トルコの方なんか中東とか、なんかその真ん中のあたりですよ、確か。いやー、うん、ターキーですね。そんなことを言ってた気がするけど、アメリカとかヨーロッパではなかったと思う。うん。うん、山本さんのチュンリーと、山本チュンリーと、楠木さんですね。はい。楠木さんは、何を使うのかな？ X ゲーマーに詳しいやつがいたな。ユウ。トルコでしたよね。そうそうそう。おお。さあ、何でもできるマン。何でもできるマンです。X にはいない人材ですね。何でもできるマンは。X はね、X しかできない化石ばっかりですから ね。焼き鳥さんとかはね、カプ S2 なんだって。もともと。なんかこの間、バーサスで、なんだっけな、カプ S2 勢の人がいて、なぜか焼き鳥さんが親しげに話してて、なぜとか思ってたけど、あ、そういえばカプ S2 やってたんだっけつって。はい。X 勢がサードって新しいゲームだからね。そう。99年、5年も新しいゲーム。すげえ。なんか、エフェクトが綺麗みたいな。そう。ブロッキングとか、よくわからないシステムあるみたいなね。スパコン。スパコン打った時の演出がかっこいいみたいな。グラップとかね。そう。もうスーパーアース選べる時点で進化してるなって感じですよ、ね。スノッピさんではなくて、クスノキさんという人ですね。X ゲーマー覚えておいてください。X ゲーマーに強要していく。なるほど。いや、なんか X ゲーマーさんがスノッピ流って聞いてるから。クスノキさんという。クスノキですね。そうですね。さあ、どうするんでしょうね。山本さんが勝ってロード君が行くんですか。ロードエスサガットですかね、普通に考えれば。まあでも、後にね、ダルシムが控えてるからね。お茶丸さんのバルログで引き殺せみたいなところあるから、これはロード君じゃないの。逆にエスサガで、そうそうそう、これはダルシムを引きずり出してバルログで殺す。ロード君だと思いますけど、でもロード君は僕がこうした方がいいよっていうオーダーをあんまり聞いてくれないんで。この間の2オンもなんだっけな、そのなんだっけ、バルログの人と、はい、エッサがね、バルログのアッコさんだったかな、はいはい、と一緒に出てて、はい、で初回がまあチュンリーとケン、ヒデさんと、あ、ヒデハウスね、ヒデハウスだった、はい、先方聞かれたんですよ、どうしたらいいっすかって。いや、バルログ一択でしょ。まあ、ケイティチュンと絶対ヒデさんなんだから先行っつって。ああ、まあ、ヒデ君出そうだね。そう、ヒデさんのなんか大会で硬いみたいな、そういうのを、シュウさんが見逃すわけがないと、うん、なるほど、先方で出すに決まってるんだから、バルログ出せばええやん、確かにって言ったのに、あいつ出たんですよ、なるほど、先方で、で負けたんですよ。で、アッコさんがヒデさんを倒してシュウさんに負けちゃったんですよ。違うだろっていう、そういうね、そう、これなんですよね。まあ、バルログは先方派ですね、僕はね。結構ね、伸び伸びやらせた方がね、元気な子に、ちょっと安定して、おっと、のっかり、元気な子に育ってほしいっていう思いを込めて、やっぱりバルログは先方だと思いますよ。安定するキャラとはちょっと違うんで、大将に据えるキャラではない。伸び伸びやってもらいたいところはある、もらいたいですよ。適当にね、なんか前ジャンプとかしてほしいもん。そうそう、で、それお前返されたらどうすんのみたいな表をしてほしい。確かに。そう、そう、大将何のひねりもないスパコンに行きやすい。お前それみたいな。えみたいな。普通に勝利打ったら落ちるやんみたいな。お前そのスパコンに後悔はないのみたいな動きをしてほしい、俺は。だから、で、対象にすることでそれができなくなるんだとしたら良くないと僕は思ってるんで、まあバルログは絶対に対象に出さないので、まあね、安定系のオペ前とかね、ああいうタイプなら、まあね、まあいいかもしれないですけど、真央さんなんかね、特に真央は先方タイプじゃないですね。先方ね、先方、先方とかに出てほしいですよね。対象タイプじゃない。さあ、ロードさんがしっかり勝って、難しいですね。ダルシムで行くんですか。まあ、カーシムさんでしょう、ね、普通に考えれば。さあ、ダルシム、カーシム、ダルシムですね。 DH 指名打者ですよ。来年の中日はどうなるんでしょうね。来年の中日どうですかね。いや、結構良くなってきた方だと思います。楽しみにはなってきたね、年々。そう、
ちょっとあの入れ替えが成功してきてる感はあるんでね。大体まあ昔の優勝した時のメンバーほぼそう吉見ぐらいか残ってる。良くなってきましたからね。結構ね楽しみ。平田か。さあこの場合はかなりテスタガといえど、届かないかい。立ち台パンですね。立ち台パンなら当たってました。しゃがみにしちゃったんでちょっと当たらない。わー、いてー。さあ、川島さんはフランスの大会で X サガットに結構苦戦してたのでX にちょっとサガット戦もあんまやってねえんじゃねえかなっていう。さあ、下パン。しかし、だいぶリードはしている。さすがに通らない。このボードになるとね、もうきついんすよ。なんもし、あー、あー危ねえよ。危ない時間いっぱいになっていいと思いますけどね。だいぶオーバーガチが基本戦です、はい、X サガットとかだと結構押せるんで結構ダメージ取れるんですけど、 S サガだとどっちかというとダメージもらわない方が大事になるんでね。リードしてファイヤーとタイガーの総裁で時間稼いでタイムオーバーが基本って感じですね。あっとやりたいやつができない。さあやりたいことやって勝ち確逃しましたが、まあいいでしょう。スラストインフェルノがね、繋がってるし、繋がっちゃったよ。さあドリル、思い切ったドリル、これが川島さん。今のはいいんじゃないですか。落とされてもね。さあ当然ごちゃまるさん、ここはバルログですよね、ああホンダか。でもガイルが残ってっかんね。いやバルログだと思いますよ。ごちゃまるさんは結構ね伸び伸び動いてくれるんで、バルログです。期待値が高いですね。 BI か。あ、B、あ、B や BI や、BA や。な、慣れてねえんだよ、だからその正気によ。落とされて痛い痛い。あーっと落とされるが安い。あー痛い痛い痛い。あの角度は結構返しづらい。さあ徹底して徹底して、さあショーパンチ。あーどっち行っちゃう、どっか行っちゃう。爪が間に合って、さあインフェルノがあるので時間がねまだ分かんない。あー謎ハイクロー、中のハイクローでしたね。ハイクローは台で出しましょう。台は地上に当たります。しゃがんで透かせてあの距離なんでね、中でしたね。ただ台もしゃがみショーパンチとかだと透かされるので、おーあれがねうまく重なんねえんだね。逃げる。やはりテレポはうまいですね。あー相中になるやつ、まあ、言うてコパンなんでね。投げて先寄りそうだが、あっと今のしゃがみ詰めでね、良かったんですけど、なぜかテラ打っちゃいましたね。さあ、勝ったのはカシムということで、これで1回戦終了。第2試合、準決勝第1試合、エバラ、グッチ、トモザと、大平、杉、闘魂。またしてもサード勢同士の対決が見られそう。見られそう。さあ、X のチュンリーはサードほどではないですが、かなりの強キャラ。サードほどだよ。サードほどではないだろ。サードほどだよ。サードのチュンリーはやばいぞ。結構強えよ。まあ強いね。ユンぐらいだな、サードで言うと。全然強いよ、もう。全然強い。バルログがいなければ、サード並みのチュンリーなんだけど。バルログにもいけるもんね、まあまあ、チュンリーね。うん、そう。大昔の人はチュンリー使って負けちゃやべえみたいなことになってたみたいですからね、X 出た当初は。もうそうなの、うん、バルログとチュンリーはやばいっていうのがもう出て、まあ、やっぱすぐ分かるんだね。出てね1週間ぐらいでみんな気づいたらしいですからね。はい、向こうはエバラさんのチュンリーじゃないでしょうか。はい、じゃあ予想通り太平さんとエバラさん。さあサードではユリアンとヒュー号です、ね、ヒュー号ですから、かなりユリアン有利なのかな、あれ多分、まあ、いけるっぽいですけどね、おっと飛んで投げられない。
飛行機から工作して飛んで潰されて潰されないがちょっと痛い。いいですね今のジャンプ証券飛んで全部潰されてる、飛び毒感が出てきた。まあ結構ねリフトアッパーでも超引き付けとかやんないと相打ち取るのも難しいですね。あ、トルネイディーでしたね、やはり。あはは、これは飛び毒感が出てきた。さあ、暗いサマーをなんとかやんないと全部投げられます。あと、もったいない投げかっかな。チュンリーは画面端に投げ返しちゃうと投げ角になるケースが存在しますよね。キャラが結構います、はい、ザンギとかダルシム、ザンギとかバイソンとか結構なりますよね。フェイロンとかにほらレックはめ食らってる時に画面端にやっちゃうと死ぬっていうのをジェネティさんが泣いてました。さあソニックラゲ、下段の選択、もうちょっと歩けば当たったかもしれなかった。タッチパン対空じゃないけど対空になってる、なります。リーさんはさっき S バイソン使ったんで S バイソンですね。 S バイソン、はい。はい、 S バイソンね、なんか強かった。やっぱり中足振ってたら絶対ストレートに負けんじゃんと思って、そうそうそう、中足振るのやめたんですよねさっき。どうすんだキャミーみたいなね。いやキャミーはまあ多分無理だと思いますよ。バクチ当てて二択で勝つっていう、そういう感じだよ、ね、結構ねこれ中足振れないなって思いながらもうやってて。さあなんか江原さんがゲームのうまさを見せている。分かってるムーブが。まあ確かになんかサードの喋ってたりするんですけど江原さん実況とかで、はいはい、なんかすごいゲームがうまいんだなっていうのが分かる、実況よくされてるんで、はい、すごいやっぱりゲーム脳があるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、かなり私の印象は YSB さんは煽ってる印象じゃないですけど。そうなんですけど、なんかねすごいちゃんといろいろ分かってる感じでね、やっぱ喋っていただけてるんでいつも。さあこれはチュンリーが出てきた。さあチュンチュンご結婚おめでとうございます。さあここは X 勢の意地を見せていきたい東郷さんですが、さあ押していますね。今かくったね中盤。おっとやりたいやつか。ちょっと技を見せた大パン。中盤かもしれない。小パンじゃないですかね。あ、そうかも、モーション一緒だから分かんない。さあしかしここを止めてもまだまだいっぱいいる。ショーパンが中継、おっと抜けて上からさあ投げてピオラライがテンションが崩れる。悪くない、出た、苦し紛れの。さあ背中蹴りさあ今のは何読みなんでしょうか、よくわかりませんが戦列読みですね。戦列読みでしょうね。裏読みで空投げ食らったら死んでましたね。まあ戦列か、まあ天章でも最悪怪しになりそうな、あるのかな、うん、なりそうだね。なりそうなんで、お、抜きたい音チュンとか言われてますね。いいですね、確かに色的には。うん、ここはあ、ダルシム使っちゃったから使っちゃったからとか言ってやっちゃったからとかっていうのもあれですけど、やらざるを得なくなっている。さあグッチダルシム、あ、投げて分かんなくなってきた。逆に東郷さんもいまいちどうしていいのかわからないんで、あっ、暗い投げからやばいよ、行くあと、さすがにさあ、スターヒットしちゃうんだよね。あ、動いちゃった。さあ、まあ当然打つよね、ガードさせとくだし、打ちそうだったよね。やるね、東郷さんならラリって投げるかもって思うとね、暴れちゃうんだって。あれが音中だったら、あ、やった、バンバンバン、できない、暴れる。まあテンション打ち解く感はありますね。もうさあ先手使わせたが、あーやばい。さあこれで飛び込みを決めないのが東郷さんらしいところですが、さすがに体力差が厳しい。タッチチューパンとタッチチューパンが相打ちになった感じ。
さあ大将トモザベガーですよね。まあベガー使うんじゃないですかね。さすがにってことはね、気がベガーですね。ジェニー戦好きですからね。あ、そうなんだ。いや嫌いらしいけど嫌いだろう。嫌いだけどまあよくやってる。ゆうべがお怒りカードだぞ公式。でもねチュンリーはまだマシって言ってましたよ。めくりで殺せたりするから。ホンダ？そう、いやなんだっけ、どのキャラだっけ、なんかめくりで殺せないのがやっぱ嫌だっていう、なんかのキャラで、あ、ブランカだ、ブランカ思い出した、ね、チュンリーよりブランカの方が全然嫌だって言ってましたね。あれも捕まるときちいからな。そう、チュンリーはまだなんかワンチャン一発ゴンゴンみたいなのがあるからいいけど、ブランカはそういうのが一切ないからきついって言ってた。お、くぐってくぐって、まあここまで来ればなんとか、あとはちょっとゲージが欲しい。作りに行ってるか。あっとバックジャンプ悪くはなあ、一歩負けすんだねあれ。下段相打ちぐらいすんのかね。いい距離調整でしたね。先っぽで当てましたね。おさあ3発読まれてる。これは痛い。いていて上から行って投げて、受け身がないのはまずい。なんか中投げ返してたもん。いやいや嘘嘘、必死中パンだった。ただの中足ダブルにかくってましたよ。あーいいですね。さあ対空できない。今ちょっと難しい距離。なんだ今の百列。でもねあれね結構やる、瀬尾さんもやるあーやられてしまう。打っちゃった、手なりで打ってしまった。飛行剣打ってしまいましたね。ということで、ということで決勝に上がったのはエバラグッチ友座チーム。続いて長州バイパー KKY たと、山本カーシム金子チーム。さあ KKY さんがバイパーさん 1P?2P じゃない 1P?1P? バイパーさんは 1P の方が得意だったんですね。実は初耳。結構ホーク軍団 2P ではないですか。いやバラ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 。あ、トンタンキさんが 1P とかそんな感じだったっけ確か。そうで、あ、焼き鳥さんは 2P だった気がするけど、だから K 君が 2P なのかな。あ、そう結構ね、じゃあバラバラだからホークの 5-1 とかは一種の統一が難しいですね。そう、まあ最近のルールだと選べないからいいんじゃないの。はい、さはい、じゃあこちら側は決まったんで、そっちは雰囲気で座ってください。そうだね、はい。だ、何、長州バイパー KKY と山本ガーシム金子。そうですね、まあ金子さんがまだ出てないとKKY さんもまだ出てないと、まあおそらくガエルとダルシムでしょうけどね。そうですね、はい、金子さんはガエル以外見たことないもんな。そうですね、はい OK です。いやいや、あ、手挙げたのか違うのはい、じゃあ行きましょう。決まりました、どうぞ。はい座って、はい、長州さんと金子さんのガエルですね、はい、GU です。そうです、グイレイなんで。飛んだ、飛ぶよ長州さんは。長州さんはもうね裏切りしか狙ってないからね。投げて、はい、歩いて、なんか変なん出て、何あれ、竜巻したんじゃないですか。竜巻意味なくない。いやなんかでもあの動きになる理由って竜巻のコマンド以外なくない。手が滑ったんじゃない最悪だよ、もう格ゲーやめちまえよ。手が滑った以外ないやめちまえ、格ゲーやめちまえ。飛んじゃう、手が滑ったってだって上に入れないでしょ。いやいやいや、わかんないけどね。さあ、なんか押されてる。どうすんの？ああ、ああ、もったいないな。どうした方がよかった？今飛ばなきゃ当たんないから。そうかな。それで空中投げで終わりです。当たんないか？当たんない当たんない。サマーで待ってる。難しかったよ。でもなんか当たりそうな予感も。ああ、死んだ。当たんない。裏切って。投げ返す。それそれ。あ、ちゃんと暴れてる。ああ、フライサマーから。サマー、そんな感じ。ああ逃げるんだ、下がるんだ。難しいぞ。ああこれもうやりに来てる。長州さんいつものあれやって、
いつものいつもの。いや言わなきゃやるからあれ。ちょリクエスト出しとこうかなと。さあでもいい勝負になってる。全然わかんないですね。わかんないですね。いつ飛ぶのかみたいなところもある。当然長州さんも警戒しているだろう。飛び。あーっと歩いた。あー手が滑った。今のはこう意思を持った歩きですよ。今の手滑った。ガード間に合ってないんで。しょうがないっていう歩きですよ。膝。ん？刻んできた。うまい。あ。これはゲームのうまさを見せた。たまには見せる。たまには見せるんですか。さあ、ボッタチから波動拳、波動拳。あー、波動拳で押される。痛い。おー、うまい。あ、小高っぽい。取り入れてますね、しっかり。ほら、昇竜拳出ないんだよ。やめろって。昇竜拳出ないんだよ。あ、投げて。さあ、昇竜拳は難しいんだよ。取り返してきた。あー、なんか出なくて。長州さん、技に溺れる。あー、ガードからバックジャンプ、体力、時間ともに削られていく。なんか垂直挟んだのはちょっと分かんなかった。今の垂直ちょっとね、怪しかったよね。いや難しいですね。難しかったね。さあ金子さんが無事生きて帰ってきました。そこで KKY さんの登場ですね。あ、出てきた。やっと出てきた。 KKY さん最近関西の大会でブイブイ言わせてますからね。いやガエルとサガットが多いらしいんですよ。マジでキャラ勝ち野郎だったのか。マジで両方3人ずつぐらいいるらしくて、へえ。で、確かにサガットは決勝てっぺんサンズが結構あるらしいんですよ。確かになんかサガットはなんだっけ、エンパラかなんかかな、行った時にいた気がする、うん、なんか結構います。サガット2人、若いなんかサガット2人とかがなんかマヨコンさんに教えをこうていて、なんかいっぱいいるらしい。そうで、マヤコンさんのサガットがクソうまいみたいな。いや、マヤコンさんはレジの神、リアル神なんで。面白かった。うまっつって。見たことないけどね、話はね。いや、すごいうまかったですよ。マヤコンさん、玉なしの方がうまいのかなと思ってたけど、玉の打ち方がまあうまくてね。びっくりしちゃいました。あんなうまいか、玉っつって。マジです。なんかキャラごとに全員信じて誰あげようってなると、大体マヤコンさんになっちゃうみたいなのあるんで。バルログ以外ね。そう。使うキャラをね。さあ、何もしないヨガ。いや、そりゃみんなね、KKY さんの動きをね、見てほしい。そうね。そう、博士の動きとかは別に見なくていいかな。博士の動きは真似できないんだよ。そう、 KKY さんとかジャイアンさんのがやっぱ人間ができる領域で勝負してるから、そういうのを見るべき。僕はダルシムやってた時見ました。これは人間ができることだっつって。そうね、博士とかちょっと吉村さんもだけど、若干人間ができなそうなことをやってる。あと、スライディングで避けての対空はね、できるんですよ。絶対今インフェルノ狙ってたからね。いや、狙ってないと思いますよ。そう、 KKY さんはやれることはやるタイプなんで。ね、なんかぐちゃぐちゃってやってなかった。いやぐちゃぐちゃってやってたらキックを3でしょ。いや、対空ミスだよね。いやKKY さんのいいところはできることをやることですからね。だって、なんかあれでしょ、結構やっぱ最初は全然勝てなかった的な話も聞いたことあります。富山から出てきた時は知らんけど。いや、そんなことは言ってた。富山だと負けんかったのになっていうことは聞いたことある。富山の人なの。うん、そうですよ。伊佐治さんとジロケンさんと、KKY さんで富山県人会です。おー、はい、ゆうべがさんと中村さんとかで石川県人会ですね。はい、あとうまいドリル。うまい。これはオトチュンとやってきてるぞ。俺は見た、関西に行って見た、オトチュンさんとやってきれてる KKY さんを俺は見た。いやー、だってあれはやばいもんね。さあ、っとこれはオトチュンさんとの練習が効いてますね。もう半端なチュンリーには負けんぞという動き。そう、なんかやっぱ攻め方はね、覚えるべきですよね。できる人の見ないと分かんないよね。ああ、こういう流れでいけばいいんだってね。あ、これぐらいやるとこれぐらい有利な雰囲気になるんだなっていう。なんか待って勝てる勝負じゃないと思う。さあ、うまい。俺はね、俺昔散々見たけど、やっぱ
うまいと思います。ケケアイさんがね、ダルシム戦うまいんですよね。いやだっていっぱい4人ぐらいいたじゃん。おお、その場ね。まあ、吉村、ジャイアン、KKY、博士、そうこの辺りですね。で、もうみんな現役の時期長かったんで、ね、もうその中だけですげーやって、あ、ピヨった、代々だからまあ、ピヨるっちゃピヨる。なんか、バルバルみたいなおかしな動きが多いんですよ。さあ、やり返した。だいたい3打当たればだいたいピヨるんですよ。そうね、全部中でも。おわー、バカになった。バカになってからの今のインフェルノです。嘘でしょ、今のインフェルノだよ。いやいやいや、多分これ川島さんのダルダル攻略でバックジャンプ対空って結構やるんですよ。それ川島さんでしょ。そうそう、うん、だから川島さんがバックジャンプしたんですよ。だからインフェルノだったら、あ、なるほどね、絶対一発燃えるよ。さあ、攻めてるのは川島。上を取られるとさすがにキツヤピヨル。しかしゲージが、あーあああああ目の前だった。いやか悲しい。ちょっと近いのかな。悲しい。ちょっと近いのかな。いや、今ちょっと悲しかったな。あれは受けるな。ちょっとね、悲しみが今深かった。あれは受ける。これはバイパーさん。まあこれもバイパーさんはしょうがないよみたいな感じですよね。しょうがないよって言って怒ってますけどね。いや、ほら、バイパーさんは基本怒ってるから。ケイシンさんとバイパーさんはなんか基本的に怒ってる。あー、死んだか？いや、むずい、遠い、遠かったね。あー、遠かったからのフォロー。いや、ダル遠くてもいけるでしょ、なんか。いや、なんかね、いや、投げ返しもあるし、スラストもあるからね。まずい。なんか、非常に。あー、終わった。終わったな。画面端だからね。終わったな。あ、弱ー。いやー、でもまあまあまあ。こっからでもいけるか。カワシムの破壊力ならあるいは。むずい。お、しっかり、あれは博士コンボ。スラストキックからの中キック。博士連携ですね。あれのいいところはコンドルが出ない距離まで引きつけてから中キックを押せるっていうところですね。あ、コンドルが出ない高さまで切ったのを判断してから出して間に合うっていう2フレの中足だから。なるほどね。そうっていうのがいいところですね、博士対空の。いやでも対空無駄。あー、死んだ。くさい。死んだ。これは死んだよ。その場、うー、むずい。お、3段決めて、これはでかい。やっぱり諦めるもんじゃないね。焼き鳥さんも言ってましたよ、出せばそのうちミスるって。何を？はめられた時はとりあえず出す。いや、そうだよ。そう、頑張ればフォークがそのうちミスるって言ってました。うわー。さあ、これは勝ったのは山本川チーム、金子チーム。これは KKI さんが悪いですね。はいはいはい、決勝、決勝、エバラグッチ、友田さんと山本川島金子チーム。じゃあ経験者は反省会します。はい、すいません。でもね、フレームの前も見えなかったっす。でもなんか言うほどくっついてなかったけど、なんか終わった後の展開を考えてちょっと気持ちが前に出ちゃったのかなって感じですね。まあ、密着ではなかったんですけどね。さすがに密着では打たないけど、いや、なんか、当たりそうだなとか思いながら普通に使っちゃって、まあ、もう2ドットぐらい後ろ行ったら当たってたと思いますけどね。まあまあ、しょうがないところ。中足大ファイヤーは、ね、遠目、ド密着じゃないと入るか、それでも怪しいんで、まあ、投げではなくフレームにしたってところですよね。まあ、フレームで置き攻めの安定感を取った感じ、ね、まあ、つかみかフレームかだと思うんですけど。そうですね、まあ、歩きフレームになった説、まあ、大ドリ、大スラストとかもある、ダメージだけならそういうのもあるんですけど、はいはい、カーシムさん、そういうのやりそうですね。なんかやってますね。山本さんとエバラチュンリーさん、まあ、これわかんないですね。まああれっすよ、同キャラはね、ある程度噛み合いですからね。まあしょうがないっす。諦めが感じる、思い切りが感じる。最近僕、噛み合いだからねって言って、済ませること多くて、まあ、噛み合いだからって。あ、呼ばれて、これ黄色い方が山本さんで、灰色の方がエバラさんですね。さあ、返しにくい。垂直小キックがとにかく返しにくい。
強い。ああこれ思ったんですけど、関西って、はい、チュンリーもそんなにいないんじゃないですか。まあ、オトチューンさんとエドさんがいるからぐらいじゃないですか。まあまあ、まあ、2人いりゃまあまだ、まあ、それこそオトチューンさんがチュンリー同キャラ戦とかやってなさそうな気がするんだけど、まあ、やってないっすね、あんまり、うん、まあとはあとめくりさんがチュンリー使うかな。ああまあとは言ってもオトチューンさんの人間力でなんか勝ちそうだけど、チュンリーチュンリー、あー投げて、あー痛い。エバラさんはでも勝ち方を分かってますよね。そうですね、やっぱ強いキャラをうまく使うというのを知ってる感じですね。やはりゲームの上手さがある。ゲームが上手い系ありますね。お、うまい、今の飛びは良かった。バックジャンプ。さあしかし山本さんもいい距離で飛んで投げて、戦列を恐れない、恐れてはいけない。あーっと大丈夫、投げてバックジャンプで溜めて、どうする、エバラチューンリー。この戦列に対しては飛ぶ、使わせて、さあこれはお互い溜める展開かな。溜める展開だったら百列打った方がいい気もするが、溜まったのはエバラさん、歩いてくる。さあスピーバーが出て、おっと、おお、投げ入りそう、難しい。あっと今の危ないよ、くぐって投げる。今の気候圏は戦列当たった気がするんだけど、わかんないですね。まあ頑張りましょう。お、なんだっけこのアイコン忘れた、あのゲーム忘れてた、まだまた名前忘れた。10なんとかの10王旗、10王旗、そう違うから、10王旗です。10王旗みたいな、そのあれのクマに変身するゲームの、クマに変身するベルトアクションそうのタイトル画面ですね、これはね。よく知ってるね、はいはい、あーと戦列仕込みが出てしまって、戦列はゲンキックですね、回数技。お、壊し戦列やってみて。さあリードしてるのは山本、空対空から背中、さあ負けるんですね、あれね、背中上げにクソすぎだろ。さあ小パン投 げ厳しそう、やはり背中だった、背中蹴りだった。背中蹴りはね、サードより全然使い悪い技、そうですね。あれは置き攻め限定っぽいっしょ。サードはえいってやって、なんかえいってやって結構飛びますもん ねサードの背中蹴りはね。そうフワンって。さあここは使ってしまったダルシムがなんか後々王を引いている感のあるプッチダルシム。確かに、なぜこのゲームの犠牲者という、ね、このシステムの犠牲者です。目先の一勝を取っていった結果こんなことに。山本さんがゲージを貯めて、体力は負けはしているけど、まあそんな焦る必要もない気がする。焦ってね、ダメージもらう方がね、めんどくさいですからね。投げて、これはジャンプした方が良さそう。さあ使わせて、謎の、謎のバラシテンション。でも結果は悪くない、結果オーライ悪くない。あと、あー戦列バックジャンプから、あーわからんぞ、最後は行くしかねえが、行くしかねえが終わり、時間がない。まあ、まあね、もう行くしかないんで、もうちょっとスライディングめり込ましたかったです ね。あの距離だともうバックジャンプ安定だもんね。スラスト食らってもいいから安定で終わっちゃうんで。ショースラショースラもね、多分ねバックジャンプされるね。バックジャンプされてきた記憶があるもん。あ、うまい、上から行って超めり込んだ、死ぬ、もう危ない。ジャンプ中大でね、ピヨっちゃうんですけどね。お、コパンで、あー、何かが通じる。今のは死にはしない、対空潰れてやから。微妙なんだよ、微妙なんだよな。あーっと、これ安くすんだ、テンションで拾えない距離だったと思う。今のはきつそうだ、むずい。あーっと、危ない、悪くない距離、悪くない逃げだ。熱いっけ、熱くなっているが、ぶっちどうせ、あーっと、スライディング、そこインフェルノじゃないんすか、グッチさん。頑張りスライディング。スライディングは本来、当たる技ではありません、チュンリーには。ジャンプ中キックに負けます。まあ、ショーキックで飛んでたんでね。飛ぶと、そんな見てから分かんないんで、超爆地です、あれは。ね、モーション一緒だもんね。普通はやっちゃいけません。さあ、普通中キックで飛ぶ。バックジャンプ、バックジャンプ。お、これは守り、危ない。投げて大パンだった。さあしかしゲージがあるのでね、全然いけますね。あ、
さあ、いける。食らってしまった。もう死にかけ。このゲームの闇、すごい闇すごいんですよ。戦列、あの戦列客ってすごいんですよね。暴れて百列食らったっぽい最後、ね。でもトレもやってて思ったんですけど、戦列客ってあのホンダのめくり少々張り手より減るんですよ。すごくないですか。戦列のいいところはホイフと違ってパナしても OK なことです。そうですねガードされても全然問題ないという。やっぱりパナしてもいいスパコンは強いですからね。真空もそうだけどクレイジーもそう。あと投げて、さあ残るはトモザベガだけになってしまった。さあさ逆サンタデがあるのか。まあでもカワシムガイル、カネッカワシムダルシム、カネッコガイルと残ってますから ねいずれも楽では。あーどっか行っちゃう、まあ、どっか行っちゃう。さあしかしまだ体力リードしている山本。中2足ダブルに下を上げてしまった。危ない。今もうちょいジャンプ中継をもうちょっとね引きつけなかった。うん、危ないところでしたよ。あと大脚列から遅らせ中中。おっ、うまい天空脚。悪くない。瀬尾さん今度あれやろうさあ終わった。これは終わったさあ山本さんが3盾リーチしている。これはゆうべがもうお怒り今のは怒るでしょう。強すぎやろって言う言うね。このキャラ強すぎやろって言うやつ言うやつですね、うん、あーっと引っかかってしまう。まあ、今のはね、ガードでよかったかな。そうね、防御面をしっかりしないとチュンにやられますよ。つってもね、これ結構ガン攻めでいっても強いんですよね、このカードってね。クソムーブ最強説が。ゴミみたいなルーチンのね、飛びからのね、投げ途中、ダイス元気を見たのが強いんですよ。クソムーブがね、このカードは強い。あーっと、しっかり読んでる。投げて、受け身がないのはやばい。やーっと。まあ、とりあえず削りで使ってったんですけど、まあね、食らってくれましたね。ガイル。さあガイル。メガガイルもね。ガイルがむずいんですけど。そうね。うん、ベガの方がね、こうやることがはっきり分かりやすくて、ニワコ同士でやるとベガの方がね、分かりやすいんですよね。ちゃん上級者同士になればなるほどガイルがなんかいけそうな雰囲気になって、ね、そんな感じになってますよね。難しいですよ、ガイル側が。ベガ本当にね、これにはこれで潰せるって分かりやすいですもんね、ベガ側が。バレやすい。あーっと、危ない、っと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 、危ない、セーフ。ヒヤヒヤながらもリーチをかけた金子ガイル。全然ピオれてましたね。さあ、サマー落として、めくりにはいけないけど、あっと、食らった。おお、すごい暴れ。あ、死んだ。死んだね。まあ、こよくはこっちはダブルに暴れましたね。食らいながらもう暴れていた。カネコガイルが何をやったのかよくわからなかったですけど。あーっと、きつい。裏回りからピオルねー。まあ、しっかり、まあ、しっかり箱を壊れたのを確認して。ピヨったね今ね。さあカーシム。さあダルベガは、いや、まさに RIP ですね。攻めたもん勝ち。ベガにもかなり勝機はある。ありますね。え、いやでも一回捕まえりゃハメで最後まで終わるからね。クレジット入れよ、クレジット入れようとして間違えてテストボタンを押しましたね。でもね、言うてサイコ抜けちゃんと安定させるのむずいよ。いや、さあだからファイヤーとかあるから。まあ、長州さんが、長州さんが、長州さんがよくわからんことを言っている。バックジャンプして着地で当たるから、でそのまま画面が発信号招待だよ。ああ、長州さんは剣しか使わないんだから。あとシューキックで始まった。さあホバーだいぶ思い切っている。お、シューキック置いてますね。リスクもあるんですけど、これは内閣。さあ最後までいっか。あー、ゲージは溜まった。ゲージは溜まったので、いったー普通にいったそれもスト2。怖いぞ、こっから暴れた。ボタン押しどくか。おー、コパンで止めた。止める。そんなことあんのさあ、ダルシムのしゃがみコパンは先端が無敵なので相当なものを止めます。スライディング止まるんですね。
小技ですが性能はピカイチ。あ、ピヨったフレイム。さあ地獄のハメに、ハメに行かねえんだ。川島さんはね、あんま行かないんですよ。あー投げ角だったけど、投げめくりホバー小足な、あーゲーだ、中足の方だった。ピヨって死ね。ほんとこのゲームね、一瞬でね、小足中足は難しいんですけどね。ね、よくよく決めました今。なあ下段だった。中足、中足はやりやすいんですよ。あー下段、今度は暴れない。お、目の前に落ちる。サイコパンチをすかすような軌道。さあナイトメア、あーどこ使う、使って、立ち台系。優勝はエバラ、グッチ、友達チーム、おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。いやー川島さん、最後投げに、2段目投げに行っちゃったのがね、微妙なところですね。まあ決まれば勝ちだから悪くはないんですが、外から一応投げれるはずなんで、あのバックジャンプで逃げられないんですけど、投げ返しはあの即死パターンがあるんで。確かに。でこれは写真撮影するんですか。ね、ということだそうです。じゃあまた会いましょう。ありがとうございました。少々お待ちくださいね。というわけで、XA の皆様ご協力ありがとうございました。本日は、こんな形で配信終了したいと思います。インフォメーションにありますが、次回の、来週土曜日は、次回のバーサスの方は、紅白戦の予定ですかね。11月24日土曜日ということで、で来月の、ニュートンの方は12月3 1日ですね、第1土曜日に、また、やるという形になると思いますので、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。適当なタイミングで配信は切らせていただきます。また、ご視聴いただければと思います。ありがとうございます。